満開の花見。さて、テンション上げて楽しんでいこうかなって思います。友達はまだ来てません。4、5時間はまだ時間あるしね。4、5時間までまだいっぱいあるし。先に準備して待ってようかな。それでは、花見を開始しまーす。よしよし、準備できたぞ。さて、あとはみんなでワイワイやりましょう。それではパーティースタート。
パーティー開けしといて、パーティー開け。いただきます。もう始めちゃうね。うん、先始めてるから。うん、待ち合わせ時間で12時40分、あと3分あるか。うん、あと3分、あと3分待つか。あ、でも先に始めたのかな。うん、きっとご飯さ、温かいうちに食べた方が美味しいしさ。うん、桜も綺麗だし気分も最高だ。いただきます。うん、おいしい。最高だね、気分は。桜日和とは今日のことかな。あれ？でも友達来ないんだけど、もしかしてコロナウイルスの影響で自粛、まあ体調には気をつけてっていう風に言ったんだけど、自粛してくれたのかな。友達思いだな、本当に。
もう来年も退出してたし、まあでも心はつながってるし、全然、まあね、今日は各自でね、心はつながってるから、全然、俺は楽しいから、まあ返信してくれなかったけどね、ちゃんと発信はしたからさ。もう雨なの、あ、やっぱ天気かな、天気だ、天気が悪いからかな。まあコロナウイルスの影響か天気かどっちかわかんないけど、まあちょっと都合が悪くなったのかな今日は。だからまあ、結果オーライ、一人で楽しむよ。この気持ちなんて言うんだろう、なんか嬉しいような寂しいような悲しいような、でもやっぱ桜といえば春、春といえば3月、3月といえば出会いと別れの季節です。今月は別れがありましたが、来月にはきっと出会いがあります。出会いと別れを繰り返して人は強くなり、そして花坂おじさんはいつも一人なので、出会いも別れもありません。花坂おじさんです。まあそうやって人は強くなっていくんですけど、そう、やっぱ人を好きになるっていうのはすごい幸せなことだと思うし、やっぱこの3月で卒業してみんなバラバラになっちゃう人も多いと思うんだよ。やっぱ今まで好きだった人になんか思いを伝えてから別れしたり、新しい生活始まるし、やっぱそれでも心はね、よかったねよかったねってなったらいいんだけど、でも花坂おじさんは一人です。あー、でも誰か来てくれると言うんだけどな。前猫とか寄ってきてくれたんだけどな。猫っちゃ人の気持ちわかるで、本当に嬉しいんだけどね。落ち込んでるといつも寄ってきてくれるんだけどね。今日は猫来ないね、鳩も来ないね。花坂おじさんです。それにしても
桜の花って綺麗だね。そうだね。でもお前の方が綺麗だよ。そんなことないよ。桜の花よりお前の方が綺麗だぜ。やめてよ、恥ずかしい。周り人見てるからやめてよ。いや、一人なんだけどね、全部。盛り上がってきたし、大合唱のスタート。流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中で私とあなたで夢を照らす。3月の風に思いを寄せて桜の季節は春へと続きます。はい、プレートあげて、プレート。これだってみんなで食べようよ、みんなで。うん。はーい、ポテチ食べる人。はーい、ポテチ配るよ。はーい、ポテチ配るよ。はい。はーい。パーティー開けしとく。あ、でも袋あるし、これそのままでいいんじゃない。むしろパイ飲みやってよ、パイ飲み。はい、じゃあ赤チームね。じゃあ黄色チームこれね、青チームこれね。はい、はい、箸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 、はい、いいよ、みんな食べてっていいよ。まあ一人なんだけどね。わらしべおじさんです。こういう風に皆さんに分け与えることでわらしべおじさんは幸せになれます。わらしべおじさんです。あ、間違えました。花坂おじさんです。それでは花坂おじさんは次の場所に花を咲かせに行こうかと思います。
ゴミはきちんと回収して、新たなる場所で誰かに幸せを分け与えたいと思います。以上、わらしべおじさんじゃなかった、さらさかおじさんでした。集合時間とっくに過ぎてるし、まあコロナウイルスの影響かな。みんな偉いぞ、気遣ってくれて本当に嬉しい。でも LINE 上では感染しないよね。フェンシングで欲しかったな。以上、花坂おじさんでした。